ユーロウィングスのエアバス A330 から200、ユーロウィングスのエアバス A320、ユーロウィングスは、デュッセルドルフに本拠を置くドイツの航空会社、ルフトハンザグループの格安航空会社事業を担う、ルフトハンザの地域航空網、ルフトハンザレギュナルの一員である。1993年に、ラフトバーキアーズ AG、ランバーグ航空、 RFG リージェノルフラグの3社の合併により、創立1994年1月より運行を開始した。2015年10月には、親会社のルフトハンザによるグループ再編の一環として、LCC をユーロウィングスに一本化することを発表、ジャーマンウィングスをユーロウィングスに統合する方針を発表し、ルフトハンザグループの LCC 部門を一手に担うことになった。 2015年末にはサンエクスプレスジャーマニーの運行によるエアバス A330 から200を用いた長距離路線を開設する計画を発表した。2017年7月11日にはケルンボン空港からシアトル線に就航する予定。運行は週3便でエアバス A330 から200を使用する。ユーロウイングスは2017年4月現在34機の エアバス A320、9機のエアバス A319、6機のエアバス A330 から200と1機のボーイング737から800を運行しており、平均的な機材年齢は6.1年である。ATR42ATR72BAE146CRJ900、ストレイケネッツ、ユーロイングス、2017年4月2日閲覧、ルフトハンザ再編。 三者統合ジャーマンウィングス、消滅、ルフトハンザ、長距離路線、LCC、ユーロウィングス展開へ2015年末から。フライチーム。2014年12月13日閲覧。ルフトハンザスパーアバイズリーボードアプルーブスキーフォーカスス、アンドアクションスフォーザルフトハンザグループ、エスコンティニュードサクセス。ルフトハンザグループサイト。2014年12月13日閲覧。 ユーロウィングス、ケルン、シアトル戦に、就航2017年7月から、ハット、ユーロウィングス、AIRCRAFTANDFLEETLISTSINPLANESPOTTERS.net、PLANESPOTTERS.net、2017年4月2日閲覧、フ、e e e e、リートエイジユーロウィングス、エフリッツアビエーション、 airfleets.net 2017年4月2日閲覧ありがとうございます。